中国版博多のブルースコです。今日はね、佐賀の、ロックライド、ラグジーの方はね、何度も出たことあるんやけど、ロックライドの方は初めてです。今日共演してくださった皆さん、足を運んでくださった皆さん、それから、ロックライドの皆さん、どうもありがとう、感謝です。オーライ、ということで、俺たちね、ニューアルバム、ラブ&ハピネスというですね、アルバムを、10月の26日に、出しまして、それのレコー発といいますかね、レコー発で、回ってるんで、佐賀の皆さんも、今日はもうニューアルバムの曲しかやらないんでね、ニューアルバムの、まあ、気に入ってくれた人がいたら、アルバムを手に取っていただいて買ってもらえればなと思ってます。よろしくです。オーライ。2曲目がビリープ、そして今から3曲目、ザ・ウェイ、それからリープ続けてやります。オーライ。Oh,
ルバムはですね、サンハウス、それから、今シーダンズロケットでもベース弾いてる、奈良俊弘さんにね、プロデュースしてもらいました。それで、今回はね、いつもブリスコってかわいいって感じで、やってるんやけど、今回はちょっとジャガーの歌を届けようやって奈良さんが言ってくれて、それで、まあいつもと歌ってることは変わらんのやけど、よりね届けやすいような形で、ね、ちょっとシンプルなアレンジにしてます。次のバラードもね、このアルバムの中の、キーワードになる曲じゃないかなと俺は、自分自身では思ってますが、その曲を聴いてください。よろしくお願いします。光
さんの心の中に光は見えましたか？見えた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 なら見えたって言ってる。見えた？見えた。あらよかった。オッケー、ありがとう。そういうあのなんか願いを込めて作ってる曲なんで、なんか今回のね、ラブ&ハピネスっていうアルバム、ラブの後にね、なんか愛があったらその後になんか幸せっていうのがなんか生まれてほしいなと思って、ラブ&ハピネスっていう形で、タイトルをつけました。全曲ラブソングで、よろしくお願いします。じゃあ、今日はもうあのアルバムの中の曲10曲全部やるので飛ばしていきます。じゃあ次の曲、ブギー、それからエクスプレッションラブ、それからレインボーと3曲続けていきます。
時間中のはあっという間に経っちゃってさ、時間中のもあっという間に経つもんで、残りあと2曲になりました。もう10曲入っとんで、10曲そのままやっとんで、あと2曲です。ここやったらね、普通やったらブリスコってあれって感じやけどさ。今日はないよね。ない。1回2回ぐらい言っとこうか。今のうちにここしかない。あれ！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 あ、いい感じやね。かといってバラードが始まるんちゃって。っていう感じで。今回は本当、大江のある曲が一曲もないよ。でも、俺が「おえ!」って叫んでるのと同じぐらいにこの歌詞を本当聴いてもらいたいなっていう、それぐらい届けたいアルバムなんで、ぜひとも、皆さんの心に届けばなと思ってます。博多ザブリスコ、佐賀はね、今度3月の19日ラブジーの方で、ラーマーメバ、秋間さんね、のバンドです。マルコシアスバンドの秋間さんの新バンドラーマーメバと一緒に3月の19、19日佐賀のラブジーでやりますんで、よろしくお願いします。で、俺たちはずっとレコ発、来週は広島、その次は北海道、そして京都、大阪、そして2月の10日が、吉祥寺の GB というところでツアーファイナルします。それまでは、俺たちずっとレコ発が続いていきます。ですからどっかでまたレコ発見たいなと思ったらすごく長くレコ発やってるんで、よろしくお願いします。オーライ。じゃあ最後残り、2人それからライフ聞いてください。じゃあ2人、
サンキュー、どうもありがとう。体の分析です。感謝です、ありがとう。それから、ここの、佐賀ラグジー、ラグジーじゃない、あのロックライド、レコ発に、させていただいて、ユミコさんありがとうございます、感謝です、ありがとうございます。オーライ。Oh, wow.
Yeah.